飛び盛り実況の続きをやっていきましょう。ただいまの時刻はですね、夜の0時でございます。夜に撮影するの本当に初めてなんだよね。なんとかね、夜に始め、プレイしたことあったんだけど、撮影は本当に初めてだけど、本当いいよね、夜のこの世界。あ、月が綺麗。ちょっとね、月でも眺めながらね、雑談でもしながらっていこうと思ったんだけど、案外ね、住民の皆さん歩いてるんだよね。0時過ぎても。結構夜型なのかな、うちの住民さんは。で、なんだけど、この子初めて見たよね。俺も今初めて見た。新しく引っ越ししてきた子だな。ちょ、話しかけてみましょうか。こんばんは。レベッカちゃん。あ、レベッカちゃんか。レベッカちゃん実はね、2週間ぐらい前に引っ越ししてきてくれたんだけど、俺が全然飛び盛りやってなかったから、やっと話しかけてくれたわね、ミネットくん。ずっと待ってたんだから。ごめんね、レベッカちゃん。しずちゃんから聞いたわよ。面白い人だって。しずちゃんって誰だ？私の名前はレベッカ。ミネミネ村には結構前に引っ越ししてきたの。自己紹介が遅くなっちゃったけど、よろしくね、ミネットくん。というわけで、レベッカ、めっちゃ可愛いな、リスか。いいな。普通にいいんだけど。可愛い。マジか。癒しキャラだな。この子絶対にもう手放さない。決めた。ちょっとね、せっかくなんで、村の探検でも行きましょうか。あれ、ちょっと待って。こんなところに魚がいる。珍しい。ちょっとね、今回は特に何も考えてないので、本当にただの雑談しながら、村をね、探索したいなと思っております。よし、魚を釣りましょう。もうかなりほのぼの行くよ。何これ？おたまじゃくしか。初めて釣ったな。へえ、おたまじゃくし釣れるんだ。いや、てか BGM いいよね。すごい癒される。ちょっと聞く？いいね。いいね。レベッカちゃん家どこだっけな。レベッカちゃん、レベッカちゃん。レベッカちゃんどこ？てか俺の家住民少なくない？2,4,6,7 人しか住んでないのか。もうちょっと増やしてもいいのかな。レベッカちゃんここか。レベッカちゃんの家行ってみよう。あー、リスっぽいね。すごいいいお家なんだけど、なんでここに建てた？相変わらずここに引っ越してくる人はあれだな。村をどんどん破壊していきますね。ここも岩空きだしな。いやー、マグロ、こんばんは。ちょっと紐つぶし。魚釣りって得意。海の魚にメロメロなんだよね。わかった。せっかくだから、あれだよね。マグロってしょっちゅう言ってくるよね。魚、海の魚とか、川の魚釣ってきてみたいな。夜だったら何が釣れるんだろう。変わるかな？魚変わったりする？よし、釣ってみようか。魚変わったりするかな？特に変わることもないかな？よいしょ。あー、特に変わる気配なさそうかな。まあ、一匹だから。まだ、なんとも言えないところではあるけれど。よし。釣ってきてあげたぞ。魚だよ。マグロにマグロあげたらどうなるんだろうな。カレイ。はい、どうぞ。うん、カレイだよ。忙しいのにこんなこと頼んじゃって悪かったわね。そんなに忙しくはなかったが、何もらった？夏みかんの服 N だよ。この服よりもセンスある？でも夜だからな。どうだろう。おお、センスあるな。確かに、こんな、あれだね、夜だから、なんていうか光ってる方が目立つからいいかもしれないね。じゃあこの服で行きましょうか。では夏だな、本当に。夏服って感じがする。花の上なんだけど。何か話して。なんだか最近雑草やゴミが少なくなったような。枯れた葉もあまり見かけねえし、おめえが作ったなんちゃら条例の効果が出てきたのかね。なかなか気持ちいいもんだな。やっぱり、美しい条例にしてると花が枯れないんだよね。てか、ここら辺本当に殺風景だな。何かしら作りたいぞ。何作ったらいいだろう。てかね、そろそろ住民を10人まで増やしたいんだよね。住民を10人まで増やしたい。いただきました。ありがとうございます。いや、こっちの方はね、今結構出来上がってきてるんだよね。てか、木が多いよな。いい加減この木をなんとかしないことには始まらないんだけど。何この花。初めて見た。誰かが植えてくれたんかな。
いやーでもな、やっぱりここら辺殺風景すぎるよな。あれができない。授業がさ、全然追加されなくて、本当はね、結構なんか住民に話しかけたら、いずれ授業とか増えますよみたいなコメントをいただいてるんだけど、全然増えないの。もうなんでかなーって思うぐらい、嫌われてんじゃねえかな俺みたいなね。そんなぐらいに、まあならないわけなんですけど、まずはさ、10人増やしたいな。うん、まず村人を10人まで増やして、そっからだな。今だって7人しかいないでしょ。1、2、3、4、5、6、7、8人か。1、2、3、4、5、6、7、8、8人だから、確か飛び盛りは10人までいけるから、うん、10人村人を呼んでからだな。そっから事業を増やしていきたいところではある。こうね、現実でもそうなんだけど、夜にね、外に歩くっていうのはものすごくね、楽しいよ。まあ、中高生とかはね、出歩いたらダメだと思うんだけど、こう大学生とかになった時に、もうね、まあ親の許可は必要だけどね、お母さんお父さんに言ってから、11時以降かな、12時ぐらいにさ、なんていうの、外に出てコンビニとかでカップ麺とか買うのがね、しかもそれがめちゃくちゃ美味しいんだわ。値段は高いんだけどな、やっぱりコンビニだから。でもな、やっぱりコンビニで買うっていうのがね、すごく楽しいよ。もうね、ぜひ大学生とかになったら、やってもらいたいなとは思うんだけど。なんなんだろうな。普段歩いてる地元ってさ、やっぱり車とかもいっぱいあるし、昼間だったら。車とかもいっぱい通ってるし、あと人だかりもさ、すごいあるんだけど、こう夜になったらね、誰もいない世界になっちゃうの。街に一人だけみたいな。で、コンビニだけ開いてて、で、普段使ってる信号とかも田舎になったら止まっちゃうんだけど、もうね、そういうところがすごくいいですよ、夜は。誰だろう、カフェの前に。ぜひね、今中高生のね、子たちは、もしよ、大学生になったら、ぜひ夜に外に出て、この夜の世界をね、堪能してもらえたらなと思います。さあ、カフェに入ろう。マスター、会うの結構久しぶりなんじゃないか？今日はどのようにお作りますか？そうだなぁ。キリマンジャロ。うん。いいね。コンビニとかでさ、このコーヒー頼むのもいいよ。100円で出してくれるからね。やっぱ夜にな、なんだろうな、夜っていうのは不思議な、落ち着くんだよね。いただきます。友達と朝まで飲んだりさ、そういうのがめちゃくちゃ楽しかったりするもんだよ。おー、いいですね。バイトってできるんかな、深夜1時ぐらいに。さすがに無理か。あれ、できる？もしかして。あ、機械の調子が悪いのか。そうか。てか夜だ。あ、機械の調子が悪いんじゃなくて、これあれか。機械を掃除してるんだな。コンビニとかでもね、俺コンビニでバイトしてたことあったんだけど、夜の2時ぐらいになったら掃除するんだよね。それの感じかな。いや、いいですね。やっぱり飛び盛りの世界でも夜に出歩くのは、やっぱりテンションが上がるな。人の、空いてる？起きてるのか、この時間でも。エポナ。エポナ、もうお休みよ。あ、起こしちゃったが、立ち寝はさすがに良くないぞ。寝ようぜ、エポナ。寝ないのか？何か話して。みんなに秘密だけど、あたい今、ダイエット中なの。ダイエット中、できるだけフルーツを食べるようにしてるの。わかったよ。よーし。以上。フルーツあるかな？ないか。フルーツ取っていきましょうか。ペンパイナッポー、アッポーペン。よし、フルーツを届きに来たぞ。今食べに来たらさ、夜、眠った時っていうか横になった時めっちゃお腹痛くなるよね。こういうの渡したらどうなるんだろう。かわいそうかな。アゲハチョウ渡してみる？キャッ！あたい無理は買う、虫は買うものだと思ってるから遠慮しとくわ。だよね。よーし。はい、オッケーオッケー。すまんすまんすまん。あれ？あれ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 ？もうフルーツはいらない。あれ、もうフルーツいらない。ごめんね、ポナ。あー、そうか。一回話しかけて別のものを送ったらあれなんだね。いらないって言われちゃうのか。
退屈なの。マグロちゃんと仲いいのって聞かれるんだけど、普通かな。たまにお茶飲んだり、たまに遊びに行ったり、あの子とはいいバランスで遊んでるよ。へえ、エポナとマグロ、ま、仲がいいんだね。いやー、ここら辺ほんと殺風景だよな。いい加減、事業増えてくれないかな。増えてくれたらな、村が活性化するのにな。じゃ、しずえさんに会ってみる？おーはー、いや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 、もう寝ようぜ、しずえさん。もう何時だよ、今。いやー、寝てほしいぞ、しずえさん、さすがに。何これ、なんか増えてる？書類みたいなの増えてる？あ、前なかった気がする。あったっけ？今日は村長にお仕事の願いがあります。マジで、この時間から式典開いちゃう。やっちゃおっか。この時間から式典開くのはえっくいぞ。あ、4人しか集まってくれないんだけど。4人起きてるんだな、むしろ。やったね。いやー、でも4人集まってくれるっていうのはありがたいことですな。深夜の1時に。お、レイチェル、どうした？実はアンケートしてるんだ。お題は眠るための部屋の明かりについて。あんたは夜どれくらいの明るさで寝てる？いや、もう完全に夜より暗いなんだけど。うん。怖くない？あ、別にうちはいくら暗くても大丈夫だけど。レイチェル可愛いところあるよね、本当に。これで超夜型のうちの生活を昼型くらいにできるかも。このレイチェル可愛いなぁ。世間話でも。ちょ、俺レベッカとめっちゃ仲良くなりたい。ティーセットを片付けて別の家具を置こうと思ったんだけど、あんただったらティーセットの代わりどんな家具を置く？ティーセットの代わりか。何置くだろう。これあげちゃう？これあげちゃおっか。もう使わんもんな。金の置物あげちゃおうぜ。いや、花が増えましたね。村の人たちがいっぱい置いてくれたおかげでめっちゃ増えた。この花何なんだろう。めっちゃ気になってた。え、何このピッカピカやな、この花。すげえな。ん？なんだろう。タンポポか。タンポポ植えてくれるんか。そら春だもんな。レベッカ、持ってきてやったぞ。ありがたく思え。持ってきてあげたよ。これだ。金の置物だ。どうだ？ティーセットの代わりに金の置物？あら、これじゃあティーセットの代わりにならないわね。ティーセットの代わりに上に置ける家具なの。上に置いちゃおうぜ。ティーセットの代わりに上に置ける家具か。そうか。ティーセットの上に置ける家具ってなんかあるかな。いや、そう言われると結構きついぞ。こういうなんしかないぞ。ブドウとかしかないぞ。他なんかあるかな。机の上に置けるものだよね。机自体が俺の部屋にないからな。で、机がないからな。どうしようもないぞ。このブドウはダメかな。このブドウ、ブドウはどう？これどう？期間限定アイテムだよ。めっちゃ激レアだよ。激レアだよ。確かにこれならぴったりかも。うちに帰って試してみるね。あ、よかった。よかったよかった。あ、できればそういうのより公共授業とかがいいな。実況用テーブルだと？実況用テーブルだと？これは、レベッカ、ミネットゲームズを知っているのでは？ミネットゲームズを知ってるからこそうちの村に引っ越ししてきた可能性が高い。実況テーブル。うお、何これ。実況テーブルってあれだよね。これ絶対野球とかのやつだよね。でもレベッカからもらったものだからありがたく使わせてもらうか。いやー、レベッカミネットゲームズのファン説出てきたな。これはもう仲良くならなくてはならない。こういう、フクロウだ。フクロウじゃん。嘘。フクロウがいる。マジか。
近づいたら逃げないかな。こういうのゲットできないの？あー、ダメかー。さすがにフクロウは捕まえられんか。商店街の方行ってみようぜ。この格好で歩くのシュールだな。おー、いいですね。え、郵便局まだ開いてるんだ。あ、クラブ師匠巻いてる。マジで？何時までやってるんだ、ここ。ちょ、入ってみようか。おー。トタケ系。夜になったら DJ になるんだね。今夜は DJKK のパーティーナイトだよ。楽しんでってちょうだいね。師匠のオカマキャラ結構好きだわ。うわ、かわいいな、やっぱり。なぎさちゃんほんとかわいいわ。トタケケのレコードさばきってすごいよね。超クール。あ、そうなんだ。トタケケ好きか。トタケケ大好きだな。郵便局は？郵便局この時間に開いてるって珍しいよね。え、あれ？ペリコじゃない。誰？ペリミ？なんだ、お客か。うわうわ、出た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 。これ接客上級者じゃん、もう。中級者通り越してるわ。いや、ペリコがどっちかっていうと接客中級者みたいなところあったけども、ペリミになるともう上級者だな。なんだ、客か、みたいな。心の声ちょっと漏れかけてる状態だね。でも、上辺ではしっかりと対応していく。もう接客上級者ですね、これは。で、何？おーっと、誰？誰誰誰？誰？いやでも、あれだな。ちょっと不愛想だな。不愛想すぎる。中級者だな。誰なんだろう。夜になったら変わるんか。へえ。じゃあ、バイバイ。ここら辺は完全に閉まってますね。博物館行こうか。いや、やっぱ風太とかめちゃくちゃ起きてるな。やっぱ夜型だってだけはある。久しぶりに来たぞ、ここ。なんか、新しいの飾っておるね。ミネミネ博物館ミュージアムショップと企画展示のフロアへようこそ。そちらの豪華な額縁です。高いな。確かに豪華だな。いやー、でもいらんな。何これ？あ、金のシャベルだ。違う、銀のシャベルだ。あ、スコップだ。500ベルで売ってくれんの？それ買っちゃうわ。あ、買っちゃうって言ったけど、俺、金のさ、シャベルもらってるんだよね。金のスコップだ。金のスコップもらってるのに、わざわざ銀のスコップを買う意味があったのかっていう感じだよね。風子も可愛いよな。風子できれば住んでほしいんだけど、うちの村に住んでくれんかな。って感じだね。いやー、可愛いですな。でも、レベッカちゃんが来てくれたのはすごく嬉しいですね。今回はね、ちょっと雑談がメインで特に何もやったわけではなかったですが、この辺で終わっておきましょう。じゃあな。